皆様こんにちは。今日の天気202回目です。すごいですね。最初は100何十何回目とか言ってたのがもう202回目ですというふうに言えるようになりました。先週までは、元旦からそして1月の8日は、新春女子トークをお届けしましたけれども、皆様見ていただけたでしょうか。まあ本当に自民党女性局のまあトップ3と言ったらあれですけれども、三原局長とそして自見花子先生、私と同じ、局長代理の自見花子先生、そして宮川と、皆さんにそういう、まあ女子トークをお出しできたのはこれ良かったなと思っております。ぜひ皆さん、まだ見てないよという方は、何で検索すればいいですかね。宮川のりこで検索して、女子トークとか新春とかって弾けば多分出てくるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう、ケイシー。はい。チャンネルアジャーのアジャーとやって宮川のりこって弾くと大体出てくるそうです。これ大丈夫ですね。はい。ぜひ皆様に見ていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、今年に入ってのこの1月の15日、今日は15日ですが、通常営業という感じに戻りました。まあ、202回目、皆さんと一緒にこうやって迎えられるのはありがたいんですが、ちょっと若干ですね、今日宮川の喉がガラガラだということに、お気づきの方いらっしゃるんじゃないかなと思います。風邪じゃありません。インフルエンザでもありません。今これの真っ最中なんです。ダン山梨県知事選挙、1月の10日告示、1月の27日投開票の山梨県知事選挙の最中なので、もう喉がこんな状態になってます。で、なんで選挙になったら喉が枯れるんだと言われますけれども、私の実は悪い癖で、まあ普通はこうマイクを持ってですね。あ、皆さんありがとうございます。衆議院議員の宮川のりこです。宮川のりこです。今回の衆議院選、立候補いたしました。よろしくお願いします。とかって言うんですけれど。で、例えば今だったらですね、まあ私たちは自民党、公明党で推薦を出して、長崎幸太郎さんという方を候補者にしています。で、この方は例えば、山梨県知事候補長崎幸太郎の応援に参りましたとか言ってマイクがあるといいんですが、私の悪い癖でマイク持ってない時に、ね、地声で言っちゃうんですよね。その辺通った人によろしくお願いしますとか、その辺の家の窓が開いてたりとかすると長崎ですとか言って言っちゃうんですね。ですからその車に乗ってる時に、まあその遊説カーと言って、その遊説カーを先導する車、まさ、あとは後ろについてくる随行車、大体こういう3体の 連帯で行くんですけれども、3台の連帯 でこの先導車に最初のうちは長崎幸太郎さんの代わりに遊説カーでマイクを使ってたんで喉がそこまでではなかったんですけれども、長崎さんが戻ってきました。遊説カー乗りました。で、宮川じゃあ先導官に乗れと言って、先導官に乗ったんですが、先導官にはマイクはついてないんですね。遊説カーのみにしかマイクは使用できないということになっているので、で、またこういう拡声器とか、ああいうものも使っちゃいけないんです。いわゆるマイクの代わりになるものっていうのは全部使ってはいけないことになっているので、もう地声で行くしかないと。そうするとその辺を通っている、バイクで通り過ぎようとするフルのヘルメットをかぶっている方にも、よろしくお願いしますとか言ってやってると喉がどんどんこうなってくると。今日の朝はですね、なんかねガーシャガーシャっていう空気しか出てこなかったですね。母が起こしに来まして、でもう早くしなきゃダメよとかって言われたんですけど、おはようございますみたいな、おはようございますって自分で言ったつもりだったんですけど、なんか母親にはガーシャガーシャガーシャってなんかこう聞こえたみたいで、もう声がこれ、あと県知事選挙っていうのは、全県1区の選挙っていうのは衆議院と違って17日間ありますんで、声が持つかなというのが自分の、まあ、一番の怪しいところ。そして今ものすごく
乾燥してますよね、ケイシー。ですので、普通に話してても声がガラガラになるところを、これで大丈夫かなと若干不安に思っておりますが、今、山梨県知事選挙の真っ只中なんです。この山梨県知事選挙には、大変重大な問題、深刻な問題があります。さて、それは何でしょう？県民の皆さんの関心がものすごく薄いんです。もうこれが本当に困ってしまっています。今、山梨県知事選挙には4人の候補者が出ていますけれども、その方たちの名前すら言えない。そして何よりも山梨県知事選挙が今行われているということをご存知じゃない方たちがたくさんいるというのは、これは大きな問題だと、深刻な問題だと私は思っています。なんといってもですね、1月の10日が告示だったんですが、もちろん早起きをして必勝祈願しますので、早起きをして、まあ、身を清めて、これから神社に行って必勝祈願だと言って、よし、今日から10日間頑張るぞとか言って、家で言っておりましたら、うちの弟です。私と毎日知事選がこうだったとか、集会がどうだったとかって話している弟でさえ、お姉ちゃん、なんか今日気合入ってるねって。なんかあんの？と言うので、何言ってんのと。今日から山梨県知事選挙でしょって言ったら、あ、そっか、今日からか、2月じゃなかったっけって言うから、なんで2月で私がこんなに年末年始休みなくやってるんだと、まあ年末年始いつも休みませんがやってるんだというぐらい、同じ家族の中にあっても一生懸命知事選挙をやっている人たちがいても、一方で別の家族は全くそんなこと気にしていないというぐらい関心度が低い。で、これはなんで関心度が低いのかなと。私も実は夜、甲府駅の南口あたりに立って、皆さんに山梨県知事選挙を行われていますと言ってるわけなんですが、は？知事選？それ来年でしょ？とかっていう方がいて、いやいや、今年どころか今ですと言っても、今知事選挙やってるんでしたっけ？っていうような状況なんですね。で、ありがたいことに、メディアは毎日トップ一面で書いてくれてます。新聞。山梨県には、まあ、山梨日々新聞という新聞と、山梨新報という新聞がありますけれども、この地元紙は、必ず、山梨県知事選挙があって、こうだった、ああだったということを書いてくれる。そして、地元のテレビ局も2局ありますが、必ず大体トップニュースは山梨県知事選挙なんです。というふうに、県民の皆様が普通に読んでいる。しかも、山梨の、日日新聞というのはですね、県内の購読率9割を超えているんで、毎日見てるはずなんです。見てるんだけど、へぇー、4人も出てるんですか？って、へぇーって、宮川さん誰応援してるんですか？とこう聞かれるぐらい、かなり発信してると思うんですけど、どうでしょうか？Facebook とか、いろんなもの見てもらえれば、宮川が間違いなく長崎幸太郎をやっていると、応援しているというのはわかると思うんですけれども、まあ、なんかこう、選挙のネタだとスルーしちゃうと。いつも Facebook を見て応援してくださってる方も、選挙ネタはなんかこう、スルーしてるというようなところがあって、まあ、知事選挙というのは、まあ、ある意味では利権も絡まってくるというふうにも言われますんで、まあ確かに厳しいところ、こう、旗色鮮明にできないところがあると思うんですね。私は誰々さんだ。私は誰々さんだ。俺は何々さんだ。というふうには、なかなか言えない。そういう難しさもあるとは思うんですが、関心の低い方がものすごく多いというのが、私は大きな危惧をしているところなんですね。で、その無関心層というのは、実は4割ぐらいいると言われてまして、この方たちが、まあ、投票に行く中でも投票には行かなきゃいけないと分かってるけれども無関心ですという方たちがだいたい4割ぐらいいると、ですから潜在的には選挙に行ってくれる方たち
なんだと思うんですが、それ以上にですね、無関心という気持ちの方が強いというのが、これが非常に大きな問題なんだと私は思っています。ですからまずこの4割の人を起こしていくっていう言い方がまあ正しいか分かりませんが、ぜひ県知事選挙に行ってくださいと。私は宮川のる子は長崎幸太郎さんを応援していますが、それは誰を支持するか有権者それぞれの自由です。ですからとにかく選挙には行ってほしい。で、いろんな候補の、新聞に載っているようなもう毎日の演説の内容とか、あとは政策を見ていただいて、でホームページもみんな解説してますから見ていただいて、それでどうやって今回のこの選挙誰を選ぼうかなっていうことをぜひ見ていただきたいなというふうに私個人的には思っています。ただこれを訴えてもなかなか難しい。ですから今はちょうど遊説期間といいまして、告示から、投開票日の前の日までマイクを使っての街宣活動ができます。でよく皆さんお近くを通られて、うるさいこんな夜勤明けなのにとかって思われる方たくさんいらっしゃると思うんですが、私たちには意外とその公職選挙法というのがあって、やれることが限られてくるんですね。で、選挙中っていうのは基本的には遊説でもう自分の政策をアピールして歩くことと、あともう一つは電話作戦ぐらいしかできません。あとはネット選挙は解禁になってますので、こういう放送が少しできるようになりましたが、それ以外はなかなかこう書いてはいけない、言ってはいけない、誰を支持してるとかお願いしますとか言ってはいけないというふうに、まあ知事選挙のみならず選挙というのは大体そういうルールがあるもんですから、なかなか思うようにアピールができない。これがねすごくフラストレーションで溜まっています。まあただ何としても私たちもこの山梨県知事選挙頑張ってやっていかなきゃいけないんですが、後半はこの山梨県知事選挙にまつわるいろんな話をしていきたいと思っております。それでは後半に移ります。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、西橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。